今日はハロウィンだね、団長。ご覧、子供から大人まで皆とても楽しそうだ。こうしていると自分が守ってきたものの大切さを改めて痛感するよ。いや、せっかくの祭りの日にこんな話題はやめておこうか。さあ団長、私たちも祭りに興じるとしよう。お菓子の準備は十分かな。ハロウィンといえば昔こんなことがあってね。あれはシェロの商売を手伝っていた時のことだ。一部の人間が過激ないたずらをしてしまって、それが原因で揉め事が起こったんだ。そのまま放っておいては怪我人が出てしまう。危険だと判断した私とシェロは、騒ぎを鎮めるために無料でお菓子を配ることにしたんだ。そうしたら子供だけでなく大人も皆が喜んでいたよ。争っていたことなど忘れたかのように無邪気にね。もちろん商売という意味では大損だ。しかし皆の笑顔を見ているうちに、そんなことはどうでもよくなっていた。私はそこにあるべき平和の形を見た気がしたんだ。だからあの時の出来事は今も私の胸に深く刻まれている。トリックオアトリート。驚いたかな。実は前から一度くらい団長にいたずらをしてみたいと思っていたんだ。おや、お菓子をくれるのかい。いたずらをしたのに。いたずらした上にお菓子までもらえるなんて、私は幸せ者だね。こうやって世界中に笑顔があふれれば、世界はもっと平和になるだろう。ハロウィンといえば